私の家は父、母、7人の子供と平和な暮らしをしてました。それで20年の、母と妹、弟は小さい子は疎開して、私と父は東京に残りました。どんなことがあっても3人で逃げれば大丈夫だということで、3月の9日の日、私は、動員で市川の工場に働きに行きました。その時朝父に、今日は必ず母のところに寄って帰ってくるから裏の木で木戸を開けといてねと言って出ました。その晩母のところに行きましたら、夜は女の子一人では返せないというので、私はその晩泊まってしまいました。今のように電話も何もないの、連絡しないで泊まりました。その晩の3月9日の出来事です。東京大空襲にあって、千葉の空から見たら東京の空は真っ赤でした。あの空の下に父や弟はいるのだと思うと気が気でなかったです。その明くる日から私は東京の町まで出かけて父や弟を探しに行きました。焼け野原で暑くて自分の家の方までは行けませんでした。それでその日は帰ってきました。母にそのことを話しました。二人とも一晩中寝ることはできませんでした。その明くる日から母は着替え、おにぎり、いろいろなものを持って父を探しに行きました。もう1ヶ月ぐらい探しに行ったと思いますけども、何の手がかりもなく、私は学校はもう行かないで一人おんぶして手を引いて二人の子を学校に出してミルクを買いに行きましたが、ミルクを売ってくれるうちは一軒もありませんでした。配給なので知らない人には全然ミルクはくれませんでした。背中の子はかわいそうでなりませんでした。でもやっと一軒ミルクを売ってくれる店があって助かりました。その時はとても嬉しかったです。それで4月の19日だと思いますけど、知ってる人が父と弟が猿江の恩賜公園に眠っているっていうことを聞きました。もう母はこれですっかり諦めて、もうそのことを聞いた時は気も狂わんばかりだと言ってました。それで私は小雨の降る中恩賜公園に行ってみました。何千という死体が並べられてありました。お父さん、ひろちゃんはどこにいるの。一生懸命歩きました。それで見覚えのある服装で、あ、これがお父さんだ、こんな姿になって、雨が降ってましたので私は傘を差してしばらくそこにいました。空襲のサイレンが鳴りましたけど離れることはできませんでした。それから弟を探しました。30番ぐらい離れたところだと思いますが、弟は中学校の制服を着てゲートルを巻いていたので分かりました。そこでもやっぱり傘を差して、濡れたら寒いだろうと思って傘を差してあげました。もうこういう姿になったら帰っては来ない。それで暗くなるまで私はその二人のところを行ったり来たりしていました。こういう思いをこれからの
時代を担う若い方たちに経験はさせたくないと思いますので、絶対戦争は反対です。平和な日々を長く続きますように祈っております。